矢田部敦史と佐々木千明のファントレタイム、皆様お久しぶりですという言葉を言えるようになってきました。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。大丈夫ですよ。もうこのねファントレタイムお聞きいただいてる皆さん、矢田部さんの名前定着してきたんじゃないでしょうか。そうだとありがたいんですが、そう信じて今回も頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。でですね、突然なんですけど、はい、本当に突然なんですが、はい、矢田部さん高校時代とかって何かスポーツやってらっしゃいましたか。あ、一応ですね、はい、私は高校時代ハンドボール部でして、はい、で、まあ、ハンドボール部を高校やってたんですけど、うんうん、それまではずっとサッカーを、中学まではサッカーをやってました。そうだったんですね、はい、どうしたんですか突然。そんな毎年この季節になると、うん、ちょうどこう高校生の皆さんにとってインターハイ予選の季節なんだなって思うんですよね、はい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 、で特にこの3年生にとってはまあ、最後の大会になるわけじゃないですか。そうですね、これね、はい、なのでちょっと勝ったのかなとか負けたのかなとか、悔いなく最後までできたかなみたいなね、お母さんというか、まあ、お姉さんのような ね、まあ、ね気持ちになってしまうんですよ。なるほど、はい、はい、矢田部さんはこの最後の試合って何か覚えてますか。サッカーかな。そうですね、はい、はい、サッカーの最後の試合は本当によく覚えてるんですけど、はい、僕ゴールキーパーでして、そうだったんですね、もう体がね大きかったんで、あのゴールキーパーがいいということでずっと小中とサッカー、まあ、ゴールキーパーやってましたけど、はい、最後の一番大事な試合ですね、はい、大事な試合の、まあ、コーナーキックでボールが飛んできた時に、自分でこう僕が守るはずなんですけど、はい、自分でゴール入れてしまいまして、自殺で、うわ、もうこれがですね今でも本当によく覚えてますね。そうなんですね、はい、もうこれが決勝点になっちゃったとかですかもうこれがですねきっかけで負けたと言っても過言ではないというか、これね大人になっても言われますよね。これはですね、まあ、その時も泣きました。みんなで泣いたんですけど、まあ大人になってもやっぱりあの1点大きいよねと同窓会とかで得点王だよねということでですねいじられながら思い出話をしたりするんですけどね。そうなんですね、まあ、ちょっと苦いけど、うん、今となってはいいわね、いい思い出話ということで。いや本当ですね、楽しかったですね。はい、でちなみにですね、はい、令和最初2019年のインターハイの開催地は南部九州ブロックで、うん、主な会場は鹿児島県、はい、で開会式は7月の27日から約1ヶ月の予定で各競技熱戦が繰り広げられます。はい、詳しいですね。そうでもないですよ。それよりですね、今各都道府県で予選がいよいよ佳境になっている夏の高校野球の方がね、佐々木さん、まだその話聞きたいんですけど、そろそろね、私ね、夏の甲子園毎年決勝戦を、いや佐々木さん、そろそろスタートしましょうか。あ、そうですね、失礼いたしました。高校野球の話になっちゃうとどうしてもこう熱くなっちゃって、いいですね、またちょっと次の機会にでもお話ししたいと思います、はいはい、さてオープニングトークに話を戻しまして、このファントレタイム、トレンド研究、独自の流行ムーブメント分析、マーケティングの処方などについてマーケティングコンサルタントの矢田部さんが、消費者の目線で生活の中でのマーケティングについてお話しいただく番組です。それではこのあたりで矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、2013年にファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして私佐々木千明は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。その他現在佐藤製薬様、リゾン様、他の CM をはじめ、ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんな二人で進めてまいりますが、はい、今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたりムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです、はい、さて今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。はい、
今日紹介するのはですね、はい、まあ、IT 化というともう一般的なんですけど、どんどん今まで紙で使われていたものが、はい、もうどんどん IT になっていく、要するに紙がなくなっていくよという話をしていきたいと思います。IT になっていく、はい、実はですねもうまあ一般的ですが、例えば営業さんの、まあ、会社紹介の資料をですね、はい、紙ではなく iPad で説明するとか、パソコンで説明するというのは当たり前になったと思います、はい、他にもですね、例えばその請求書を発行した時に、うん、もう紙で送るんではなくて電子、要するにファイルで送ってしまう、なるほどなるほどとかですね、うん、私の方でも、ヨーグルトの販売をしているので、はい、発注書とか、はい、請求書とかですね、まあ、そういったものをファックスでやり取りする文化が当たり前なんですけど、だんだんとですね、メールで発注書を送るような、そういった時代になってきてます。そうなんですね。はい、この流れがですね、はい、もっともっと進んでおりまして、はい、例えば教育の業界ですね、教育機関、ほう、例えば小学校とか中学校とかですね、まあ、保育園とか幼稚園とか、そういったところでも、はい、まあ、このペーパーレス、紙を使わなくなるのが増えてきてまして、はい、例えば私が経営している輝きベビー保育園ですね、こちらの保育園では実は、通常当たり前にある連絡手帳ですね、はい、親御さんと保育士がやり取りをする、その手帳があったんですが、ここに園児の様子とかを書くんですが、はい、今は全てアプリでやってます。そうなんですか。スマホのアプリ、連絡帳もないないってことですよね。そうなんですよね。あの連絡帳がね、僕らの時代はこういろいろ書いてあってよかった。そうですね、まあ、久しぶりに見るとね、こんなこともあったんかっていうところがありましたけど、はい、今全部アプリで連絡をして、掲示板もなければもうアプリで全員送信して、はい、わ、かっこいい。写真のやり取りも今はアプリでダウンロードができると。そうなんですね。はい、もうそういったことになってますし、金融機関では、はい、だんだん電子通帳ですね、今まで通帳が一般的だったのが電子通帳になりまして、三菱 UFJ 銀行さんなんかは6月10日から原則、はい、新しい紙の通帳を発行しないで電子通帳だけにしていきますよという発表でされていましたね。はい、はい、そして最後にですね、契約書、この法律の業界でもなんと紙の契約書じゃなくて、はい、今は電子の契約書を送ってそこに電子署名をすることで、はい、これはもちろんですね、あの裁判上でいろいろな取り扱いはあることはあると思うんですけど、うん、紙と同等の力を持っているよというふうになっております。そうなんですか。はい、こんなに、まあ、こういうふうにですね、どんどん紙でやっていたものを IT 化して、はい、業務効率と改善を図る、そういったトレンドが、ありますよというお話をさせていただきました。なるほど。この、あの教育機関で、はい、そのお話戻っちゃうんですけど、うん、連絡帳がないという、うん、まあ、写真とかもね、ダウンロードするよというところで、はい、やっぱこうセキュリティの部分とかね、あ、皆さんやっぱり気にされると思うんですけど、さすが佐々木さん、だんだんマーケティングのことをもうだんだんご理解してちょっと感じ始めてきましたかね。はい、セキュリティとかはどうなんですか。はい、セキュリティなんですけど、はい、もちろんですね、その連絡帳も親御さんと保育士さんしか見れませんし、はい、まあ、他のお母さんとかにも見れることはありません。あ、そうなんですね。はい、じゃあそこの部分もね、結構 ね、ちゃんとしてるんですね。パスワードがですね、はい、あのそれぞれに発行されていて、で、まあ、その人たちしか見れないというね、そこら辺の部分も、はい、やっぱりしっかりして生きているからこそ、こうキャッシュレス、あ、ペーパーレスが進んでいるのかなと。なるほど。そうだったんですね。はい、身の回りね、どん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 ペーパーレスな時代になって電子化されていくという時代になってくると思うんですが、はい、ちょっと楽しみなところも、まあ、結構あったりしますよね。そうですよね。うん、まあ、そういう意味で言うとスマホとか、はい、まあ、そういったところで全てが ね、 そうですね、見れるようになるのはとてもいいことかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。このコーナー発信のものが今後トレンドになっていけば、まさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。音楽玉手箱のコーナー、続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか、熱く今でも強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。はい、今回は矢田部さんに玉手箱の元ゆずさんの夏色という楽曲をお持ちいただきました。はい、はい、夏色ですね。これは僕も大好きなんですけど、おそらく同世代の
佐々木さんも夏色はご存知でしょうか、はい、そうですね、この夏色という曲は本当に高校生中学生くらい、そうですね、その頃、うん、そうちょうどそう高校生中学生の頃の曲で、はい、実は僕ですね、まあこれはみんな男の子はあの通る方が多いのかなと思うんですけど、ギターをその時やってたんですか。へえー、すごい、初めて聞きました。一生懸命夏色をこう弾くわけですね、はい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 、でまあこの夏色をこう友達とね、はい、ゆずっぽく2人で僕が弾いて一緒に歌うと、うん、いうことをやってまして、そうするとですね、まあやっぱ誰かに聴いてほしいっていう気持ちが、そうですよ、それは出てくるんですよね、うん、はい、で当時ですね、まあ公演があって、僕栃木県にいましたので、はい、栃木県ででっかい公演があってほとんど人はねいなかったんですけどその公演で弾くわけですね。で2人でこう弾いて歌ってやって、はい、でまあ誰も聞いてくれないんですね、まあ、もちろん当然そうなんですそうですね。そしたらまあ、あれは野良犬なのかな、野良犬がガーって来てですね、はい、僕らの前でピタッと止まるんですね。すごい、聞いてると聞かせてやれっていうことでですね、まあ、犬に向かってずっと夏色を弾くというなるほど、とてもこう思い出がですね、はい、ありますね。そんなね、なんかその犬に向かってね、ちょっと練習がてらやってた、はい、ということなんですけど、はい、なんかその文化祭とか、 なんかそういうところでやったりとかはしなかったんですか。はい、あ、いいところありがとうございます、はい、実はですね、文化祭でも、はい、その当時ですね、夏色ではなかったんですけど、やっぱりこう、今度は聞かせてやろうと思うわけですね、文化祭で、で私は男子校に通っていたので、はい、なんて言うんでしょうね、1年に1回だけ女子が学校にいるっていう、はい、こうまあそういう特別イベント、ね、男子校にとっては特別イベントで、いつも以上にみんな気合が入ってるんですね。そうですよね、うん、でそこでですね、はい、まあやっぱりこう歌を聴かせるということで、もう気合が入りまくった、練習しまくって、はい、まあ、歌ってですね、はい、で何かあったらいいなみたいな感じのことをこう悶々とやるっていうのがすごい楽しかったですね。なるほど、うん、まあでもね、そういう思い出がたくさんね、こう曲って本当に不思議なもので、その時のことね一気に思い出しちゃう、思い出しちゃうんですよね。はい、はい、もう本当に私もこの夏色はお友達にゆずっていうね、アーティストがいるよって教えてもらって、はいはいはい、この夏色を聴かせてもらった時に、あ、これはと思いましたね。本当にこのなんかズキュンと来たというか、いいですよね、はい、下り坂をね、そうですね、イメージができちゃう、できちゃうということで、素晴らしい曲だなと思います。いや、いいですね、夏っぽい曲、はい、ね、ご紹介をいただきました。ありがとうございます。改めまして、この番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーは、こんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回ご紹介するケースはですね、はい、パンの材料を販売していた、まあ、クオカさんという会社なんですけど、はい、その会社さんの事例についてお話したいと思います。パンの材料を販売している会社、はい、パンの材料、つまり小麦粉とかですね、あ、まあ、発酵させるものとか、はい、まあ、もしくはもっとかわいいパンのを作るために、まあ、染料、まあ、顔料かな、うん、色をつけたりする、そういったね、いろんな材料をですね、はい、まあ、世界中から取り揃えて、はい、まあ、特にインターネットを中心に販売したということで、うん、すごくですね、活躍されている会社さんでした。あ、なるほど、はい、当時ですね、ただちょっとご相談いただいた時にはですね、やっぱりこう材料をこう供給することができると、はい、うん、だけど実際にどういう人たちがそのパン、どうやってね、パンを作っているのか、うん、その作ったパンをどういう人たちが楽しんで食べているのかまではですね、はい、実は自分たちは知らないと。あ、確かに。やっぱりそういったところを知りながら、はい、まあ、お客さんの顔をイメージしながらですね、材料供給できたらもっと楽しいんじゃないかなと、うん、いうことをですね、おっしゃっておられまして、はい、新しい事業、まあ、そういったパンを作るところの新しい事業をやりたいんだよということでですね、はい、ご相談いただきました、うん、はい、ただですね、まあ、皆さんにとっては初めての事業でいきなりね、まあ、そこまでの会社さんが新しい事業をするというのは難しいので、うん、当時ですね、ご相談をいただきまして、はい、まあ、弊社の、まあ、別のクライアントさんで料理教室
もしくはお菓子教室をですね、まあそういうお菓子教室を作って、その資格を発行する、はい、お客さん教室が開ける資格を発行する協会さんがありました。はい、それがサロネーゼ協会、一般社団法人サロネーゼ協会さんという協会さんだったんですけど、はい、そこの会社さんとお引き合わせをしまして、はい、新しい今までにないパン教室を作っちゃおうと。お、今までにないパン教室。はい。やっぱりこれはですね、マーケティングの観点から言いますと、はい、まあもうパン教室ぐらい、まあなんて競合も多いマーケットですと、普通のパン教室作っても絶対に人気にならない。まあもちろんですね、はい、ちょっと その時々にことによってありますけど、うん、人気にならない可能性が高いということですね。うん、はい、そういった可能性があるなと思いまして、はい、それならより確率の高い新しいパン教室を作ろうということをですね、考えました。はい、すごい。それでですね、当時インスタグラムで流行っていた、はい、どこを切っても同じ絵柄が出るパン、あ、まあ、イメージできますかね。金太郎飴みたいな。よくご存知でさすがそうですね、金太郎飴みたいに、実際は食パンみたいな感じなんですが、はい、どこを切っても金太郎飴みたいに、例えばペンギンさんの絵柄とか、はい、かわいいリンゴの絵柄とかですね、あとはその、ま、キャラクターの絵柄とか、そういった絵柄がどこを切っても出てくるので、はい、すごく可愛いということでインスタグラムで人気で、はい、さらに、まあ、子供たちがね、そのパンを喜んで食べると、そういったものがですね、はい、インスタグラムで人気だったのを見まして、キャッチコピー、デコ食パンというお、デコね、デコのカタカナにして、はい、デコ食パンという名前で、はい、デコ食パンのパンが作れる料理教室というものを立ち上げました。そうなんですね。はい、これはですね、やっぱりその時のトレンドで、はい、まあ、まだそういうパン教室はないなというところの、まあ、敵がいないということで、かつインスタグラムでも人気が出そうというところを見まして、デコ食パンの パン料理教室を作って、はい、で、まあ、その料理教室の中身をですね、3社で一緒に作って、材料もじゃあこれでいこうということを作ってですね、でそこからですね、はい、実際にそれを作ると可愛いパンができて、でそのパンを作る過程を動画に撮ってですね、はい、で動画に撮って子どもたちと一緒に、まあ、パンを作る過程をこう見せてですね、それを食べて子どもたちがすごい喜ぶ、そういったプロモーション動画をまず作りました。はい、動画ですね。動画ですね。そうするとすごいイメージが湧くので、はい、その動画をですね、 Facebook や Instagram、はい、もしくは YouTube でですね、 SNS を使っていろんな人に見てもらえるようにして、はい、でその次にですね、レシピプレゼント、レシピをプレゼント、そうなんです、こういったパンのレシピをプレゼントしますよということでですね、はい、まあ、インターネット上で、登録すると、メールマガジンに登録すると、はい、レシピをプレゼントしますよということで募ったところ、本当に多くの方が、そうなんですね、レシピをダウンロードさせてしていただきました。なるほど、そう、確かにね、知りたいですよね。知りたいですもんね。だってね、中に金太郎みたいに、金太郎飴みたいにリンゴの形がずっとね、なるように、なるようにするにはどうすればいいんだろうってやっぱり知りたいですし、ね、これ形もいろいろ作れるってことですよね。そうなんです、自分で作れちゃうわけ。丸の形もあれば、はい、まあ、四角の形もあれば、うん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 、ちょっとね、変わった形、三角とかね、まあ、そういったいろんな形も楽しめる夢の食パンですね。そうですね、でそれをですね、ダウンロードしてくださった方は、ま、紛れもない、まあ、見込み客になるわけなんで、この見込み客の皆さんにですね、じゃあ実際に料理教室に来て、はい、パン作りを体験してくださいということでですね、来ていただいて、はい、で実際に、まあ、入会していただくと、マーケティングの流れとしてはそういったですね、新しい新規事業を知ってもらって、興味を持ってもらって、さらにもっと来たいと思ってもらって、はい、で実際に体験していただくって、そういったね、流れを上手に作りました。なるほど、なるほど。まあ、やっぱりこういうデコ食パンってね、うん、もう本当に親も作ってあげたいし、子供も食べてみたいしっていうところで、はい、やっぱりね、話題になりますもんね。そうなんですね、やっぱり親子で楽しめるというですね、ちょっとご家庭の食卓をイメージさせるような、はい、まあ、動画もそうなんですけど、全体感を作っていって、実際にやはりですね、ご自宅で、はい、パンを作りたい、子供と一緒にパンを作りたいというね、
まあ、方々がいらっしゃいました。はい、で実際にですね、その見込み客の方から、たくさんの方がパン教室には入会していただきまして、そうするとこう入会した方々が自分たちでパンを作る、はいはい、でそのパンがやっぱり可愛い、うん、そうすると次何をするかというと、はい、自分の SNS に上げてくれるんですね。ああなるほど、こんなの作りました、あら素敵ってなりますね、可愛くできました娘と一緒に作りましたとか、ね、わあなんかいいな。そうするとデコ食パンというものがですね、はい、もちろんSNS でいうとハッシュタグというんですけど、そうですね、ハッシュタグ付きのデコ食パンという投稿がインスタグラムとかフェイスブック上にこう溢れることによってですね、はい、次の新しいお客様がどんどんこう来てくれると。なるほど、口コミも一緒に起こすことができるというですね、これはすごいですね、はい、こういった流れをですね、はい、上手に作ることによって、まあ、人気にすることができました。なるほど、こうね SNS をいかにこううまく、ね、利用されて活用されてる方って本当にこういうね、うん、ことなんだなっていうのを改めて感じました。ありがとうございます。なるほどと、この流れを聞いていてなるほどと本当にうなってしまうほどなるほどでした。はい、ぜひですね、はい、まあ、このサクセスの誰が皆さんの何かヒントになればと思いますので、はい、ぜひ活用してください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、本日いかがでした、今回いかがでした。はい、今日はですね、はい、スポーツの話もできまして、まあ、7月ですから、ね、だんだん暑くなるとね、そうなんですよ、スポーツが楽しくなってくる時期ですよね。うん、本当にね、佐々木さん の熱い一面が見れて今日はすごく面白かったかなと思ったんですけど。面白かったですか。はい、本当ですか。こんなに熱くなられる方なんだなって。いやー、ちょっとね、高校野球の、ね、お話になっちゃうと、はい、うん、もう時間をね、はい、忘れちゃうんですよ。大好きなんですねなのでこうなるべくね、控えめに控えめにちょっとずつ出していってるんですけれども、うん、ぜひもう全力で聞いてみたいですねそうなんですね、はい、まあ、7月ということで地方大会が今ちょうど、はい、ちょうどね、抽選会とか組み合わせとかがいろいろ決まってきてまして、うん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 、ね、各地でこう栃木県でもね行われてますし、はい、宮城県でも行われてたりとかね、はい、本当に各地方でこう行われているので、うん、私は結構地元が宮城なので、うん、宮城にこう、ね、夏休みがてら帰って見に行ってきたりするんですけれども、はい、はい、なるほど、これがね、もうやっぱりですね、はい、僕も栃木県で、作新高校っていう高校がするんですけど、そうですね、はい、勝ち上がった時なんかはもう町全員で、え、もう本当に普通のお店が普通の日に閉まっててですね、そうなんですか、張り紙が甲子園の応援に行くので、お休みしますということでですね、すごいですね、はい、もうなかなか面白いですね。そうなんですね、はい、もう町全体で応援するような野球ってやっぱり面白いですよね。面白いですよね、こうね、みんなで応援席に座ってね応援するっていうのはなかなかねいいものだなというふうに感じますけれども、はい、はい、夏、まあ、夏ということで、ね、はい、スポーツねやられる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、熱中症とかね気をつけながら、はい、皆様も暑い夏をお過ごしください。最近は暑いですからね、本当にね、そうですね、健康だけは気をつけないと、本当に気をつけてくださいね、うん、はい、それではですね、この番組お聞きの皆様のご感想ご意見の方もお待ちしておりますので、宛先の方お伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com、 ファントレタイムまでお待ちしております。アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。